反対の北側の森の方に目をやった。その時何かが遠くで自分たちを追ってきているのを見つけた。その影は断続的に現れては消え、過去にどこかで見たことのある動きだった。アマ、そう叫びながらエネラはその方向へかけていった。ちょっと待ってエレナ、一人で行くと危ないって、コンスタンタが叫んだ。エレナはすでに茂みに飛び込んでいた。最初の深い茂みの奥に小さな空き地があり、そこで感動的な驚きに出会った。その間、ヨセフとアリシアの案内で楽団員は地下室に移動した。煙が立ち込め、呼吸もほとんどできない場所で跳ね上げ戸の作業装置を再び動かすには半時間かかった。すべて埃にまみれ、木材の焦げた匂いが衣服や髪の毛に染み込んだ。大ホールでは先ほどのアタックで命を落としたミシェル・ロムローとジャック・シャトゥイエの遺体を埋葬用に包む作業がひそやかに行われていた。トロンボーンの素晴らしい力とティンパニーによる区切りでオーケストラにメリハリを与えたのは彼らの演奏だったからだ。それが単に床の上に横たわる焼き焦げた二つの塊というのではあまりにもむごいものがあった。次の作業は残り火を完全に消火すること、それから全てのドアや窓を開け換気することだった。そうすればなんとか息ぐらいはまともにすることができる。室内の煙っぽさが少しずつ薄らぐにつれて、何かものすごく大きいものが目に飛び込んできた。どうやら以前からずっとそこに置いてあったかのようだが、今まで誰一人としてその存在に気づいていなかったようだ。誰もがこの信じられないような発見に驚いて、あっけに取られていたかのようだった。時を同じくして、森ではエレナが感動に慕っていた。大きくて堂々たる狼アマに会えただけではない。アマの後ろには、子狼も含めた群れがいたのだ。じっとしていない、やんちゃ子狼は、今まで見たことのない人間のエレナと遊ぶために近寄ろうとしたが、真っ白で大きなメスオオカミが威嚇し、子オオカミの方を振り向いた。メッセージは明らかだった。